いやー今日はねのどかな天気です。昨日とは全く違います。波風ありません。そよ風程度の、今日タイヤミヨットレースの本番でございます。今回のメンバーはなんとバウマンにアキラ君。アキラ君大丈夫ですか？バウマン昨日よりは睡眠時間バッチリですから頑張ってください。パラコダの運命は君が握ってます。そしてスキッパーマサ君、今日もよろしくお願いします。折れない心のスキッパーマサ君でございます。そして森川さん久々でございます。はい、そして前回に続き我がバラコダを統率していただくのは志田さん、よろしくお願いします。志田さんカメラが苦手でございます。そして私カメラでございます。どうぞよろしくお願いします。いやーいやー皆さんこういうことがあるんでしょうか。全国各地でですねヨットレースを行われておりますけども、ね、今回のタイヤミヨットレース、風がなくてですね、スタート時間が20分以上伸びているんですけども、タイが釣れます。運営の皆さんは差が外れしてますよ。タイが釣れます。こんなのどかな運営もあっていいんでしょうか。さあ、スタートしました。第1レースです。まあ、2レース行われるかどうか分かりませんけども、行ってきます。昨日のように5メーター、6メーター、7メーター吹いてませんからね。今1メーターちょこっとでしょうか。緩やかな風でスタート、前提スタートいたしました。コースがね短いんでね、もうスピンレーカー上げた思うたら下ろすんかなっていう気がしますけども、我々の横にウッドストックが来ております。バロンだけがですね、タックをせずに、第1マークを回りました。いやスピンレーカー上がったと思ったらですね、第2マークは、すぐそこになっております。まあ忙しくて忙しくてですね撮影する、ね、余裕がないんですけども、撮影する余裕がない間にですね、ウッドストックを抜き去りつつありますバラコダコでございます。はい、もうねいそもういつもの役体ばっかつくんですよ。さあセムタンタックしました。ウッドストックタックです。いやーね美しいですね。やっぱりヨットはスピンネーカー上げますとね、シュリマル早いなそんなことをやってるうちにですね、我々クルーザークラス、レッサークラスのトップを走りますフロンティア号に抜かれてしまいました。そちら入ります。はい、さあ、ボナーズさん水くださいね。ね、ここでずっと撮影できればいいんですけども、僕忙しいんで、撮影止まります。もう忙しいんでカメラになかなかね持ってね喋ることもできないんですけども、一つだけ良かったのはボランザを後に従えてるっていうのが良かったですね。しかし残念なことに老練なウッドストックにはちょっと置いていかれた感があります。さあフィニッシュです。さあ、第1レースが終わってですね、第2レースのスタートを、前提待っているというような状況ですけども、すごい本部艇は魚釣りです。さあ、第2レースはですね随分遠くに第1マーク打ち替えられたようでございますから、よりね落ち着いた感じでですねレースができるんじゃないでしょうか。はいはい、スタート。さあ、あ、ウッドストックうまいな。あ、なんか上手じゃん。とても、平均年齢72歳オーバーと思いません。軽快な動きでございます。素晴らしい軽快な動きです。皆さん無事切れたようでございますけども、第1マークまでのコースが長くなりましたんで、マークまでのコース取りがですね様々な形でですね、広げられております。あちらの潜水島付近まで行くもの、ちょっと反対側の方に行くもの、それぞれの皆さん考えがあります。通らさせてください。いやギリギリでございます。いやシリマルさん、シリマルさん本当に今日いつもより早い感じがしますよ。よかったよかった、皆さん抑えれました。
ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。さあ、我が手タックですね。セムタンとウッドストック、位置関係どうなんでしょうね。もうすぐ第一マーク。さあ、第一マークまであと60m、70m でしょうか。さあ、アキレ君、第2です。最初のスピンネーカーです。頑張ってください。ねえ、もうね、今日はシビアに走ってますよ。バラコーダ号。あら、ウッドさん、我々の後ろじゃないですか。あら、知らなかった。さあ、スピンネーカーが上がってですね、やっと右手に、私の右手にカメラが帰ってまいりました。なんとかウッドストックさんの前はキープできている模様でございます。よかった。我々と同じコース取りのエスプリでございます。大人数で今回レースやっておりますけども、後ろからね、美しいスピンネーカーと共にやってまいりました。いや、やっぱりヨットはね、スピンネーカーですね。本当美しい。エスプリの皆さん、思ってらっしゃるでしょうね。バラクーダ号、なかなか抜けないなぁなんてね。わかりますよ、考えてることが。我々はね、スピンネーカー得意ですから、なかなか抜かれませんよ。堀川さん、風が強くなってきたから忙しいね。忙しいですね。もう、レッツスポーツみたいな感じよね。本当、もうね、運動不足の体にはね、応えますよ、これは。S31 のですね、エスプリがですね、なぜバラクーダを抜けないのか、エスプリの皆さんはですね、イライラ来ていることでございましょう。とは言いましてもね、さすがに S31 エスプリでございます。ついにバラクーダの前を、走るっていうことになっております。その後はですね、フェスタですね。いやー、セムタンにやられてしまいました。ついにやられてしまいました、セムタンに。ねえ、いやー、ほんと逆転するから大丈夫。さあ、再びタックです。我々今度はスタボーなんですけども、ちょっと低速が乗りません。低速が乗りません。セムタンの方が速いですね。低速がなかなか乗りません。またあったよ、またあったよ。またあったね。おっと、レーサークラストップ、開口ですね。最終マークをトップ開口したね、フロンティアですけども、トラブルです。スピンがあと1メーター2メーターぐらい上がってないですね。そして、トップでクルーザークラス、開口したのはですね、バロンですね。今日バロン早いな。いや、まだ問題は解決してないようです。フロンティア、何があったのか。今回唯一のメルゲスです、エルビエント。そしてフーライボー。さあ、最終マークあと 50m というところでしょうか。アケリア君、ピタッと上げてですね、美味しいルービーを飲みましょう。さあ、手からシートが離れてですね、私にカメラ帰ってまいりました。トッピング、はいはい、ね、トッピングリフト、左手トッピングやるよ。あ、なんかね、ざわわざわわざわわと音が聞こえてくると思ったらですね、後ろからスタスタとですね、来ております。セムタン、セムタンが、スタスタと来ておりました。 6.2 ノット、セムタン引き離しつつあります。ボナンザなのかバラクーダなのか、風が少し折ってまいりました。ボナンザ早いな。さあ、我々もフィニッシュですよ。なるほど。さあ、フィニッシュです。どうも、ありがとうございました。今日の超過はいかがですか。タイリア素晴らしい。さあ、皆さん、終わりました。レースが終わりました。久々にですね、スポーツしたなっていうレースじゃなかったかなと思います。まずはね、みんなで乾杯したいんです。乾杯したいんですけども、ここで乾杯の挨拶を志田さんお願いします。ご苦労でございました。またよろしくお願いします。乾杯乾杯。いやいや、乾杯です。ありがとうございます。で、美味しいルービーをみんなで飲みましょう。楽しかったね。今日楽しかった。
かった人ね。今回はですね、はい、天を分かれての戦いとなったわけなんですが、はい、大阪から参加のですね、はい、佐田さんご夫婦でございます。はい、いかがでしたか。負けましたね。天はそれぞれ、フロンティアの佐田さんと、はい、エスプリです。エスプリですよね、はい、同じクラスで戦っておられました、はい、ねえ、これはやっぱり面目立ちましたよみたいな感じですか。そうですね、ぶっちぎりでしたね。ぶっちぎりで、そうでしたね。スピントリも頑張りました。あ、ね、今日天気もよく楽しかったですね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日はいかがでしたか。今日は最高です。最高ですよね、本当に天気良くてですね、1レース目が短すぎた。本当ね、上げたもうたら落ちましたもんね。忙しい忙しい。第2レースの、最終マークを回ってからスピンが上がらなかったっていう問題に関してはどういった、ことがあったんですか。上がらなかった。延々上がってなかった。原因をひた隠しにするユーチーさんでした。はい、これ後のブログが楽しみでございます。